皆さんこんにちは、チームプロレスタコです。よっ、青いぞ、前田圭司、せーの、よっしゃ、はい、よっしゃ。あれ、いつの気持ちですか？びっくりした、びっくりした始まったって前田圭司、前田圭司、ちゃう前田圭司、はい、ということで石川県、石川県、来た、かっこいいな、かっこいいっしょ、石川県。今日はあの剣の方で、はい、あのイベントが一つありまして、はい、で今回ちょっとそれでせっかくね石川県来てるということなんで YouTube 撮ろうかなと撮りましょう思いまして、駅です。はい、今回は石川県の絶対に外さないお土産、はい、絶対に外さないお土産、観光特化してるやっぱね、そうです。でしかもお二人はそうす石川県出身なんですよ、はい、いうことで伝えられます。今回はちょっとペアに分かれて、はい、1人3000円3000円、はい、1人3000円でね、1人1品ずつ、はい、まあ、何か自分でやつをこう買って、はい、部屋の方戻ってドンとやっていこうかな、はい、なるほど、はい、思ってますので、まあ、この金沢駅の中にあるお土産コーナーであったりとか、ちょっといろんなところで、ちょっとお土産をあの使って、皆さんにご紹介していければなと。はいよ、はい、今撮ってくださるワイさんを撮ってます、回ってます、よろしくお願いします。はい、じゃあ俺らは言うたら石川県来たことない観光客の目線で行けばいいってことだ。そうはい、行きましょうか。それでは行ってみたいと思います。絶対に外さないお土産、キュービー、ギョー。これ食べ比べできるし、これめっちゃくる。甘さは悪い。これ多分知る人に知るよ。俺も食べたいもんだ。いや、これに決めます、俺。カガホー自体有名やもんね。有名やもんね。フランスも聞いてる。コンペじゃん。本当に超多い。じゃあな、コンペです。カニね。まあ、カニも有名だからね。すいません、はい、わあ。鶏野菜味噌、ピリ辛もあるんですよ。ピリ辛も美味しいよ、これ。普段はこれなんですよ。普段はこれ。なんでもおよそで、うん、そう。マジシャンやん。鶏野菜マジシャンやん。だから、これ本当に、全部しかないでは。これ、鶏野菜味噌さんの、で、ほら、能登牛のそぼろ。能登牛です。茶漬け。わあ、どれもいい。こっち系、干物もあるし。いいね。でも地元住んでたらもう飲むもん。あげるとして、はい、人のお土産っぽいのも出たらいいよってなればあれしかないな。そうね、ちょっと見せられないな。いや、おつまみもいいんだけど、やっぱりお酒で行きたいので、僕はもう確定です。一つだけでいいかな。もう石川県と言えばめっちゃ有名なやつあるんです。五郎島金時の何かです。ちょっと楽しみにしてみてください。これで行ってみようかな。さあ、ということで、はい、買ってきました。はい、イエーイ。いろいろあったね、やっぱ。めちゃめちゃいろいろあったし、人もすごかったよね。めちゃめちゃ人おった。分かったよね、並ぶのに2時間半かかりました。あそこしかなかったんかな、お土産コーナー。いや、かなえきのあそこは夢なんじゃない一番のお土産スポットには、うん、種類めっちゃあったから、うん、これはあるんやっていうのがいっぱいあったから。俺は自身も知らんかったな。確かに。はい、ということで、はい、まあ、早速じゃあ僕から行かせていただきます。はい、僕が今回持ってきたのはこちら、五郎島金時を使った芋のクラフトビールでございます。クラフトビールいいよな。なぜこれ、まあ、地ビールなんですけど、うん、まあ、やっぱり五郎島金時というものが、はい、有名なんですよ、うん、芋焼酎かと思いきや、うん、え、芋じゃないの、これはビールでございます。クラフトビールって今ちょうど、ほな、じゃあ一口って、なるところではあるんですけれども、この後ちょっとすぐ運転をせなあかんって思う。アルコールは、ストップドランクドライビングなのもと、我々やらせていただいておりますので。知りたいよね、でもね。秋だからちょうどいいね。あ、逆にお前飲んだよ。飲んだしやねん。いいな。いいな。一口。ちょっと、こんな感じ。じゃあ、ちゃんと伝えて、ポりますね。はい、お願いします。じゃあ、ビールと違う。この缶の音聞きましたか？大体そうや。ビール、芋、あと甘い匂いですよ。匂いが別に嗅いでいいわけ。めちゃくちゃ甘い感じする。あー、酔っ払ったわ。なんでやねんって。飲んでみてください。はい、いただきます。芋のビールの、なかなか効かんかったな。あ、待って、あ、すげえ。何？普通のビールと全然ちゃうぞ。どんな感じ？スイーツ君でも甘くても飲めるぞ。
芋のねっとり感って言うんですか、ねっとり、うん、ねっとりしてる、ね、ビールにねっとり感あるの、そう、あの口どけというよりかは、うん、残る甘みがすごい、上流の段階で芋を入れてんのかな、もしかしてね、風味、香りで楽しめて、あと口残りするこの甘みで楽しめる、ビール苦手な人とかでも飲みやすい、飲みやすい、ただ多分バクバク飲んじゃう、バクバク食べてるやん、バクバク飲んじゃう、五郎島金時を使用した、はい、芋のビールという、はい、はい、僕はこれを選ばせていただきました。はい、それできょうちゃん、はい、僕は金沢プリンでございます。へえ、プリン有名な、正直その金沢プリンというものには出会ったことなかったので、うんうん、まあ、一観光客として来た時に気になるなっていうので買いました、うん、純粋に、はい、バラで売ってるんですけど、はい、5種類ぐらいあるんですよ、結構あるね、なるほどね、その中からこの食べ比べセットみたいなものですね、何と何と何ですか、これ味が、ね、うん、ナチュラルプレーンっていう一番普通のプレーンのやつと、はい、100万石っていう、まあ、黒米使った100万石の石が石じゃなくて穀物の穀物、はいはい、を使ったプリン、はい、そしてこっちが、まあ、さっきの高君と一緒で五郎島のスイートポテトを作ってみますか、スイートポテトプリンしてるプリン、じゃあさっきねお芋の方行ったんで、いや極行ってよ、そうだね、万石、うん、極も好きになるので、やっぱこの瓶タイプのプリンって 100% うまい、うまいよね、確かに間違いないよな、待って見てわかるトロトロ感、ヨーグルトに近いぐらいトロトロしちゃう、あっ甘い匂い、すごい甘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 いだ、あー濃厚、甘い、これダメなやつでもカスタード感がないというか、ほんとそのミルクプリンに近い、ね、これは高級プリンやわ、市販で売ってない絶対、あこれ卵使ってないって100万ぐらい、卵の感じがいいや、プリンっぽいのめっちゃ、さあ行きますか、石川県で生まれ、うん、石川県で育ち、はい、石川に恵まれた、そうす、愛された男、はい、バン、僕からいきます、ドーン、はい、まず一つ目、鶏野菜味噌のピリ辛バージョン、食ってみたい、すー僕気になってて、お、じゃあ早速実食、でもいけるかな、これもいけますけど、野菜ティックとかせっかくやっぱ鶏野菜、やっぱ鶏野菜味噌さんで僕ら育ったんでね、お世話、これを、ね、あのやっぱ知ってほしい、もしお土産あげるなら、確かにそうか、うん、そしてチャンピオンカレーさんのカレーさん、ね、もう中辛ザ石川でございます、本当に美味しいですね、そう本当に美味しい、自分でその味ができる、だから本当知らない人に、うん、金沢カレーだよって、金沢の味噌だよ、鍋できるよって教えてほしいっていうところで、うん、そして3つ目やっぱそうなんですよ、五郎島金時さんのスイートポテト、あーなんか高級感ね、これあのかっこいい、やっぱ金の感じ、うん、で金箔あるんじゃないっていうね、石川県といえば、なるほど、ね、見てみましょうね、パカ、あほら小分けになってる、金箔なんですよ、重いけど金箔ついてる、はい、これ高級じゃない、これお土産嬉しくない、いいよね、食べてみて、うん、実食、なんか栗まんじゅうみたいな感じ、何これ、あ食べられたことある、うん、え、これ、甘ったるくないし、うん、ほんとだ、これは、なんか和菓子に近い感じ、うん、そう、あ、栗まんじゅうみたいな、平場みたいな、栗まんじゅうなんかない、わかるかも、これは、あの、見た目もそうで、お年寄りにも多分、ちょうどいいような気もします、うん、ね、さあ、ラスト、はい、私は、お土産に買ったの、私の3つ、こちら、どんお、まず、鶏野菜味噌、あー、もうかかぶったんや、これ、これはもう、かぶれました、うん、本当に、加賀ぼうじ茶、これの、あ、もうね、あ、お茶のお茶っぱやと、まあ、なかなかこう、ね、こう、急須とかないとこもありますので、うん、これ、ティーバッグです、あー、はい、あーお湯、あれば、うんうん、もう簡単に、その加賀のね、お茶を楽しめるということと、すごい、渋いね、私、これ、すごい好きなんですけど、歯応えもち、ああ、一緒に好きな、これ福井は思ってないけど、そう、俺も福井やと思っとって、でもこれ、うん、家で俺ちっちゃい頃よく食べたことあって、うん、なんか俺の中でちょっと石川県のなんかばあちゃんくれそう、そう、ばあちゃんが、うん、せっかくなんで、うん、だから海外のプレゼントもらった人のプレゼントの開け方する、はい、あ、ちょっと俺、買い上げる、俺これやねんな、結構気にせんと、俺これやねん、投げるまあまあ、ひるひるこいよ、わあ、おばあちゃん、おばあちゃんを感じたかった、
僕とはもう食べるの初めて。ちゃんとこう、ご祝儀袋にこう入って。すごいね。もうどこまでも。あー、もうこれすごいな。どこまでも和やな、これ。あー。いただきます。うわ、すげえ、もちもち、もちもち。小麦がすごいね。うん、あ、優しい。きびだんごみたい。かわいい。でもきびだんごより多分柔らかいね。うん、岡山の。うんうんうん、俺はちっちゃい子が食べてたやつ違う、ちょっとまた。違うよ。いろんなのがありますよ、これ。皆さん、いろんなハブチャイ餅もちょっと買ってみて、比べてくれてある。お茶ってこれはお茶欲しいな。うん、お茶入れは。これは加賀ほうじ茶。いいかもね。これ加賀ほうじ茶やな。加賀ほうじ茶。ほうじ茶。有名やもんな。うんうんうん。なんかお土産のやつ、俺美味しいってイコールあんまないよね、イメージ。マジ？そう、なんか俺コンビニのアイスとかも美味しいと思ったよ。はいはいはい。そうそうそう。だからこういうのあんま食うたことなかったんやけど、美味しかった。美味しい美味しい美味しい。まあということで、はい、まあいろんなラインナップ、ほんまにこれが言うたらまだ10分の1とかの、ラインナップとなってます。めちゃめちゃ種類あったんで、ほんまにもういろんなものがたくさんございますので、はい、ぜひ石川県行った時は、うん、お土産コーナー寄ってみてはいかがでしょうか。ということで、この番組が面白いと思った方、この番組もう番組ですこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドグッド、コメントは切り抜きもお待ちします。以上、GM ガブでした。今回の土産1位決めよう。はいよ。そうせーので指さす。せーの。ふざけんな、お前。ごめんなさい。あんたの二人かい冬にはやっぱ取り野菜いそうなんだよ。もうなんかそうなんだよ。食べれてないけど、もう味わかる、もうわかるもん、美味しいのが。ピリ辛はちょっと食べてみたいんやけどね。